根ウ駅は、鳥取県日野郡日野町根ウにある、西日本旅客鉄道白備線の駅である。日野町の中心駅で、特急、ヤクモ、も半数ほど停車する。根尾駅に停車する、ヤクモは、生山駅を通過するが、下りの最終列車は生、山駅、根尾駅どちらも通過する。事務官コードは64万405。校内短式、 島式の複合型に面3線のホームを持ち、行き違い、対比、折り返しが可能な地上駅である。木造で古い駅舎が単式の一番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。直営駅で緑の窓口が設置されている。ただし早朝と夜間は無人となる。便所は改札内、改札外ともに男女共用の推薦式。 また、根う駅の駅舎内に、キヨスクが平成28年9月30日まで営業していた。上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場。3番乗り場は上下副本線であり、特急列車の接続、通過待ちに使用されている。信号設備上でも両方向の入線、出発に対応する。米子発。 平日22時台の最終は当駅止まりであり、旅客扱い終了後は米子駅まで改装する。そのため、当駅での夜間退泊は行われていない。なお、この列車は2021年10月1日をもって廃止される見込みである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。バス乗り場は駅前にあり、それを示すポールが立っている。停留所の名称はネウ駅前である。 特急、雲の隣の停車駅については、列車記事を参照のこと、広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。